どうも、黒沢楽器福岡ミーナ天神店アコースティックギター担当の吉沢です。よろしくお願いします。今回の動画はですね、ちょっとやってみたかったシリーズみたいな感じでして、ね、こちらのですね、カスタム D28 スペシャルが、仕様がですね、トップがプレミアムグレードのスプルースを使ってて、この D45 と同じグレードを使ってるので、弾き比べたらどう違うんだろうっていうのを撮ってみました。結構ですね、お客様でいらっしゃるんですよね。その D45 ってこのアバロンインレイがついてるから、だけで、普通の D28 と変わらないんじゃないのっていう人も中にはいるんです。ですけど、やっぱちょっと違うんだよなぁと思ってたので、ちょうどギター入ってきたんで、ちょっと撮ってみた感じです。ただ、まあ、ほとんど一緒ってわけじゃなくて、結構、内容は違うんですけど、例えば、ノンスキャロップだったりとか、ネックの太さが 42.9mm だったりとか、まあそこは違うんですけれども、なんとなくの雰囲気は伝わるんじゃないかなと思っておりました。で、あとは、D28、普通のスタンダードとも比べるとどうなのかなと思ったので、そこもですね、引き比べてみます。3つのですね、方法で撮ってて、ストロークとブルーグラス風と、あと、カントリー風で撮ってます。で、そうですね、自分の個人の、あくまで一個人の感想なんですけれども、やっぱり微妙に違うなっていう感じですね。例えば、こことここの差は違いますし、あと、やっぱり D45 のきらびやかな倍音って、やっぱ D45 じゃないと出ないのかなっていうのを感じました。ちょっと弾くんですけど。この、カスタム D28 スペシャルと D45 の、倍音感が違うっていうか、で、あと、よし、やっぱり普通の D28 とこっちです。もう一回弾きますけど、こっちとやっぱり普通の D28 とだと音が違うというか変わってきますね。よいしょ。なんでこっちの方が軽快な音がバーンって前に出るイメージはあります。で、ただこっちと比べると、なんというかやはり泥臭さというか、マーチンの D28 らしさとも出てるので、ここ不思議な感じだなと思います。まあ、あくまで一個人の意見なので、参考程度に見ていただけると幸いです。それでは演奏動画どうぞ。 D28 スタンダードストロークです。カスタムD28スペシャルです。ストローク弾きです。D45 スタンダードストローク弾きです。
ーチスタンダードカントリー風です。カスタムデイ28スペシャル、カントリー風です。スタンダードカントリー風です。スタンダードブルーグラス風です。カスタム D28 スペシャル、ブルーグラス風です。45スタンダードブルーグラス風です。いかがでしたでしょうか。少しでもね違いを感じて、このカスタム D28 のスペシャル、これは数量限定なので、興味持ってもらえたら幸いです。あとですね、動画が結構空いてたんですけれども、楽器エキスポがあったのと、あと実は1回動画失敗してます。ブリッジピンを変えてみたっていう動画をですね作ろうと思ったら、そのまさか
4日前か5日前にもっと精度のいい動画を上げてる人がいて、嘘だろうと思って、それはボツになって、だからそういうこともありますけど、今後も動画は撮っていきたいと思いますので、もしよかったらね、あのチャンネル登録とか、あと福岡みんな天神店に遊びに来てください。あの僕はこんな変なメガネしてますけど待ってますんで、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。